学べ小学校の桜、学べ小学校の桜は、茨城県土浦市の土浦市立学べ小学校の校庭に生育している、ソメイヨシノの古木5本の総称である。1907年の学べ小学校卒業生たちが、新校舎落成記念として寄贈したもので、ソメイヨシノとしては、青森県弘前市の弘前公園に植栽されている、数本に次いで古いものと推定されている。 1956年に中央の3本、2002年には両端の2本が茨城県の天然記念物に指定された。1982年に始まった満開の桜の下で行われる新入生を迎えるお花見集会はテレビ放送や新聞などの報道で広く知られている。学鍋小学校は 創設当時の名称は、学部学校といい、当時西学部地区にあった長松院という寺院の中にあった。1882年に学部小学校に改称し、1907年に現在の位置に新しい校舎が落成した。その年の春の学部小学校卒業生たちは、新校舎落成記念として、当時はまだ珍しかったソメイヨシノの五年生苗木を5本寄贈し、 皇帝の一宮に植樹した。その五本のソメイヨシノは、植樹500年以上を経た2012年の時点でも一本も、欠けることなく、毎年春に美しい花を咲かせている。園芸種であるソメイヨシノの寿命は、山桜や江戸悲願などと比べて比較的短く、約80年程度と言われる。学鍋小学校の桜は1882年に、 青森県の弘前公園に植栽された数本に、ついで古いものとされ、1956年5月25日に、中央の3本、2002年10月29日には、両端の2本が、真鍋の桜の名称で、茨城県の天然記念物に指定された。最初は、皇帝の一宮に植えられていた5本の桜は、町の発展に伴い、1928年、 1938年、1940年の3回に、渡って行われた校庭の拡張工事により、校庭の真ん中の位置を占めるようになった。校舎も校庭と同様に増改築を重ね、1977年6月に開校100周年記念式典を行った。1982年4月、学鍋小学校の当時の校長はこの桜を、 児童の上層教育に役立てようと考え、新入生を迎えるお花見集会を発案し、早速実行に移した。集会の当日は、満開の桜の木を全校児童が大きな輪になって囲み、新一年生の到着を待ち受ける。スピーカーから流れる音楽と共に、新一年生たちが、新六年生とともに登場する。新一年生の男の子は、 新六年生の男の子の背に、新一年生の女の子は、新六年生の女の子の背に、それぞれ一人ずつ音部されている。新六年生は、新一年生を音部したまま、児童たちの輪の周りを一周する。この行事の運営は子供たちの手に委ねられ、学校側はそれを見守り、手助けする立場をとっている。このお花見集会は、 テレビ放送や新聞などの報道で有名になり、当日は多くのアマチュアカメラマンが撮影に訪れている。受講と幹回りは最大の木で、それぞれ12メートル、5.1メートルに及ぶ。校庭で子供たちが毎日遊んで根を踏まれているにもかかわらず、受精は旺盛である。写真家の宮島康彦は、この5本の桜を学べ小学校の もう一人の校長先生と形容している。ありがとうございます。